まだ、みんなダメなんですか。もうオフサイドで。え、もうオフサイドで。で、今続けようとしたから、イエローカード1枚目だ。もうプレー。2枚目もらったらどうなる。2枚目もらったら、席替え。退場。席替え、席替え。もらっとった。何も出てきてなかったよ。まず、1枚目言ってください。はい、じゃあ。これ進めてっていいですか。はい、自己紹介と今年の目標、カメラに向かって。塚田拓です。フォワードをしてます。今年の目標は、まあ、何が何でも J3 に行くっていうのが目標です。背番号11番、川西誠です。チームの目標は J3 昇格と優勝で、まあ、個人の目標は、まあ、チームで一番点取ることと、あとはまあ1点でも多く、まあ、チームに貢献できるように、まあ、得点を取ることです。よろしくお願いします。はい、背番号6番立野俊介です。まあ、2人も言いましたけど、今年は何が何でも去年の悔しさを忘れず1年間戦って、必ず今年こそは J リーグに昇格したいと思います。塚田監督、2年目のシーズン、どうですか。まあ、でも、去年より選手間の中での決め事っていうのが多くなったのかと思います。まあ、先ほど言ったんですけど、まあ、とにかく性格が真面目っていうところと、あとはまあ常に練習試合とか、まあ、練習の時の、まあ勝負事はもう絶対こだわってやるっていうところは、すごい、まあ自分もってのは、まあ、こだわりあるなっていうのはすごく感じます。選手思いではすごいあるよね。やっぱこう家族、まあ、選手をこう家族って結構言ってくれたりとか、うん、言ってくれる、そういう部分ではやっぱ俺らは嬉しいやんな。うん、なんかついていって、まあ、共にこう J に上がろうっていう気にはなるから、いい監督だと、まあ、チームの決まり事だったり、多分まあそこのベースは変わらずプラスアルファ言われてる部分あるんで、まあ、そのさっき拓さんも言ったように、選手間での、うん、もっとこうしようしようとか、決まり事というか、もっとこうしてくれるっていうのは確かに、まあ、ここまでですけど出てきてるかなっていう印象。まあ、あとはやっぱね、本当に練習試合だからといって負けていいとかじゃなくて、もう常に勝ちにこだわれっていうのは、まあ、去年からですよね。まあ、そこはかなり、その紅白戦でもそうだし、まあ、結構余談な話なんですけど、まあ、タクさんと塚さんやったら、タクさんの方が年上、まあまあ、じゃあその関係性がちょっと気になって決まっ どういう感じなんかなって。いや、みんなが思ってるより普通まあ、2人だけの会話もあるけど、あ、まあ、普通まあ、基本的には、まあ、監督、まあ、去年の引き続きという部分もあるので、ベースは変わりませんけど、まあ、今年の戦力見たときに、キャパさと速さという部分はかなり、まあ、去年よりもはっきりしているかなと思うので、まあ、そうですね僕が言うのもなんですけどね、まあ、無駄なファールとか無駄なカードはなくそうっていうのは、ね、目標に掲げて、まあ、目標というか、まあ、今年はそうしようっていう、ね。まあ、セットプレー絡みの失点とかも去年はあったし、まあ、それに、ね、全部じゃないけど、それに泣いたっていうところも多少はあったので、まあ、そこはまあ先週間でもまあ意識はしてるしっていうかですね。まあ、あとはやっぱり勝ち切るチームにならないと、まあ、勝負強いチーム。塩坂でやっぱ似てるんですけど、やっぱ勝負強いというか、どんな一本のチャンスでものにしたりとか、そういう結構まあ勝負強いチームだと思うので、まあ、今年はいい選手が入ってきて、まあ、正直こう選手と集めて誰が出ても、まあ、活躍できるような選手、まあ、コンディションを含めて、いい選手がいっぱいいてるので、まあ、そういう部分を含めるとやっぱり
今年はもう期待してもいいのかなっていうぐらい、もう優勝、もちろん優勝、優勝を、はい、っていう感じですね、僕は。1チームだと思います。はい、今の心境。至ってあまり僕は変わらずで、やることには変わらないで、高ければ高いほど順位は僕として嬉しいし、優勝っていうことしか考えてないので、まあ、いつも例年より、まあ、去年もそうですけど、まあ、ワクワク感というか早く開幕してほしいなっていう気持ちはあります。初昇格に向けて、あんまり、まあ、口ではみんな言うんですけど、というよりは、まあ、本当に目の前の試合を勝っていくだけかなと思ってて、まあ、もちろん昇格っていう部分はずっと頭にありますけど、まあ、最終的にもう優勝とか昇格とか、そこにどういう風に行くかなと思ってるんで、だから今の心境はって聞かれても、はい、そこまでめちゃくちゃっていう感じじゃないですけど、まあ頭にはずっと置いてるかなと思います。あれですね、SNS とかやってるんですけど、よくあの J リーグ上がったらこうチェックのボタンが、まあ、タチノも、まあ、シュンちゃんもこうツイッターとかチェックのボタンがあるんですけど、あれがもう早くインスタでつけたい。公式マークみたいな。公式マークがね。もうあれをつけたくて今ワクワクしてますね。それ俺やったらおもろかったじゃん。真面目に言うかな。そう。やっぱりこう何千人が入って、で何千人何万人が入って、その中でこうサッカーをするっていう経験が今までのこう人生の中で、まあ数えるほどなんで、まあ、それがこう毎試合フォームで、まあ、できる環境と、あとはこう地域に愛されるこう選手、歩いてるだけでこう声かけられるとか、そういう結構イメージが、J リーグになったらこういう愛されるんやろうなみたいなイメージが結構僕としてはあるんで、まあ、そう思うと、そうですね、もうワクワクするというか、すごいなんかこうこれから先の未来、楽しそうやなっていうのが僕の、印象というか、そんな感じですかね。その僕、まあなんて言うんだろう、まあ、もともと絶対みんなも最初はワールドカップ出たりとか日本代表入れたり、まあ、その下に J1、まあ、今言った海外とかありますけど、まあ、中でカテゴリーとかその、ね、ピラミッドが広がった中で、まあ、この年でもそこに向けて、なんて言うんですか、夢見れねえぞっていうのは僕は楽しみでしかないですかね。そのなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、でもすごいと思う、そのな何歳か、今年ちゃうな。サバ読むな。これ、厳しい環境をちょっと言っていい、はい、厳しい環境、ここ言っていいのかわからないんですけど、でも、まあ、僕 J リーグ、まあ、J リーガー経験はないんであれなんですけど、比べようがないんですけど、アウェーの時とかに倉庫で着替えるみたいな。そうですね、ありますね。たぶんほんまに、1、2試合とかだけなんですけど、運動会に役に立つみたいな。テント張ってみたいな。あ、そうですね。ああいうのがちょっと厳しい環境というか、っていうのがありますね。はい、まあ、アウェーは特にそういうの感じますよね。まあ、それもそうだし、例えばピッチもちょっと狭かったりとか、もうそのチームがメインで使ってるところを使えない時とかにちょっとこう地方というかちょっとは、ね、その年間でも 1,2 試合しかしないようなところ当たっていったりした時に、やっぱりもう半分土みたいな時もあるし、僕が入った頃なんで、まあ、それこそ扇町公園で土でやってましたからね。で、周りのアスファルト走ってましたからね。一周何分とかで。で、みんなは、アキレス腱今日痛いわとか。怪我人続出。そんな状況でやってて、雨やったら、
ほんま屋根1メートルぐらい下しかない屋根の下で体幹とかやってましたもんね。はい、なんか建物の下でこうやって僕はもう 下から上がってきた人間なんで、もう勝てば勝つほど環境が良くなるっていうのは一番チームの中では感じてるかなっていうのはあります。今のこの厳しい環境はサッカーやる上で経験しててよかったなって思う。いや僕は思いますよ。その、まあ、周りのことの気遣いであったりとかはそういうのに勉強できるかなって、うん、ちょっと荷物持ってあげたりとかじゃないですけど、やっぱ先輩もそういうのやったりとか、うん、若い子がやるとかそういう時代じゃないので、うん、やっぱ気づいた人がやってあげるっていうのはサッカーにつながってるかなって思うし、厳しいっていうより逆にさっきも言ったようにこうカテゴリーが広がった分、まあ、うちの選手ももちろん JFL 全体もそうですけど、やっぱりそのJ3 個人昇格っていう選手もたくさん J2、J1 って行ったりとかしてるんで、僕からしたら本当に羨ましいし、まあ、そこも絶対目標として絶対あると思うので、その若い選手っていうのはそこも目標として僕は頑張ってほしいなとは思います。もう僕は今僕はもう FC 大阪でも上上がってくれるもうそんな一つじゃん、はい